ベースボールファンの皆さん、こんばんは。巨人横浜4回戦の模様をこれからご覧いただきます。連勝中のジャイアンツ、ベイスターズを迎えての3連戦。この放送の解説は立川律夫さん、宮本和友さん、このお二方でお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしていつもコメントを届けてくれるのがこの二人。こんにちは。私たちがホームランやピッチングの談話を聞いてまいります。頑張ります。はい、楽しいリポートお願いします。さあ、いよいよフェイドオール。そして打順が変わります。おう、巨人対横浜、その3連戦の初戦、どちらが先手を取るんでしょうか。さあ、1投目、初球インコースから入りました。大ワン、2球目、鋭い当たり、ピッチャーへの当たり、ショートに抑えます。1塁送球、これは1塁アウトで3アウトチェンジです。すごい。あ、これは打たんとダメだな。そして5番バッターに変わり、5番バッター、おう、どこに入れてくるか。初球から打った、いい当たり、大きい大きい大きな打球、よっしゃー、グランドスラム、グランドスラム、おう、これでホームランの数を8としています。3回の裏、ホームランが出ています。今ホームに戻ってきました。6対0。ホームさん、あー、これは見て、ただいまの満塁ホームラン、リプレイが出ます。この前半戦で試合を決めにかかっています。ベイスターズ2番手ピッチャーを送ります。横山、これが7回、5回の裏、満員のスタジアムから実況生中継で熱戦の模様をお送りしています。第1球は初球から低めを攻めています。ワンストライク。2投目は大きな当たり、大きな当たり、これはスタンドに届きそうだ、刺さった、ホームラン、ホームランです。ピッチャーの出腹をくじきます。おう、このスタジアムの上空に見事なアーチを描きました。5回の裏、ここでホームランが飛び出しました。試合中盤、よし、止まりたい。ここで点差は開きます。今ホームインしました、7対0。ホームランのリプレイ映像です。この追加点で最後まで優位に戦うことができます。そして次の5番、5回の3打席で2打席連続のホームランを打っています。何を投げてくるか。初球をしっかりと巻いた、大きい大きい大きな打球、よっしゃー、リーランホームラン、この試合3本目、前の試合が全然効かなかった。あっという間にライトスタンドに飲み込まれました。ホームイン、10対0。ただいまのホームラン、もう一度ご覧いただきましょう。早くも勝利にぐっと近づいた、そんな追加点と言えるかもしれません。そしてバッター王、ここまで3本のホームランを放っています。さあ、初球はどうでしょう。初球を叩いた、伸びていって、伸びていって、伸びて伸びて、押す必要ありませんでした。王、今度も打って、今シーズンの第11号、8回の裏、ホームランが出ています。もう追いつけられた、あれで決まったのか。今ホームに戻ってきました、12対0。リプレイでただいまのホームランを振り返りましょう。またしても点を加えます。圧倒的な勝利を必要としているんでしょうか。12対1、3連戦の第1戦はジャイアンツ、ベイスターズに圧倒的な強さで勝ちました。この3連戦、最初のゲームを勝っています。グライシンが見事な完投勝利、これで今シーズンの勝利の数を2としています。壇上にはヒーローたちがすでに上がっています。はじめに投球成績をご紹介します。先発の登板、9回、
被安打4、10奪三振、自責点1、投げ切りました。次が打撃成績になります。5打数4安、打点9、打撃絶好調でした。さあ、この2人が今日のヒーロー、勝利に貢献しました。さあ、巨人対横浜4回戦の模様をご覧いただきました。この放送の解説は勝川光雄さん、そして宮本勝人さんでお送りしました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうも。リポーターの2人もありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。